海外26カ国行ったことある藤原です。今日もビットコイン、イーサリアム、ネムのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味が来てお金持ちになる人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日もね、仮想通貨ニュースを読み上げてからネム、リップル、そして最後にビットコインという順番にチャート分析していきたいと思います。今日ね、藤原大学の方で引き続きブログの話をしてます。ブログの、ネタをが尽きない方法ということで挙げております。4回連続ねブログの話をしてるんですけど、明日からまたちょっと一般的なねお金の話とかをしていこうかなというふうに思っております。ぜひそちらの方も、見てください。はい、まず今日のニュースですけども、今日もねちょっと意外なね、記事が出ております。コインポストの記事ですね。仮想通貨取引所の D カレットがデジタル通貨決済に関する実証実験でトヨタシステムズと提携しています。2020年10月より共同でデジタル通貨に関する実証実験を開始しているところです。D カレットが構築するブロックチェーン上でデジタル通貨を発行管理するプラットフォームを活用し、本実況実験用の独自通貨を発行してトヨタシステムズの福利厚生における決済処理や自動化についての技術的な検証を行うということで、トヨタシステムズの全社員のうち2500人以上が参加する大規模な実験になっているところですね。ブロックチェーンによる決済トランザクションやそのデータの記録管理、スマートコントラクトの基本機能などによる自動実行など技術検証を行って新たなイノベーションを創造するところでした。トヨタシステムの社員が福利厚生として付与されたデジタル通貨というのがあって、それを、使って商品とかポイントをウォレットに即座に送金する仕組みということになっています。なので、まあ、そのビットコインとかリップルとかイーサリアムとかそういうのが発行されるというよりは、まあ、普通のデジタル通貨が発行されて、それによって、福利厚生のサービスを得るということでした。これについてトヨタシステムズは、自動車業界において車が移動手段から生活の一部と進化していく中、次の未来を築くためにさらなる生産性競争力の向上が必要と研究していまして、100年に一度の大変革期の中、今回の地方事件で得た課題とともに、グローブサプライチェーンや企業間取引におけるデジタル通貨の活用を研究して、仮想通貨取引所 D カレットとともに新しい社会の実現に向けた決済の仕組みを検証するということを言っております。そういう話でしたね。この記事はプラスマイナス10点でいくと3点かなということを思います。まあ、これによってね仮想通貨の価格が上がったりするってことはもちろん全くないと思いますが、そういう大きなねトヨタグループの会社が、デジタル通貨を用いたりブロックチェーンで何か福利厚生をやっていこうという流れは、今後ね他の大企業にとってもブロックチェーンを使って何かやってみよう、福利厚生やってみようとか実証実験やってみようとか、まあ、そういうことにつながってくるので、社会にね仮想通貨を注目させる話題としては結構、高いかなということでプラス3ということにしたいと思います。はい、NEM ですね。NEM が、だらだらと下がってきまして、今日がもう、10.3 円ぐらい推移しております。NEM が一時期ね10円割れまで行きましたね。やっぱり9円台まで落ちてきました。ただここからどうなるかというと、もう一段落ちてきてもおかしくないのかなというふうには思ってます。もう一段というか9円ぐらいまでしっかり下がってもおかしくないかなというふうに思ってます。日足からいきます。こんな形ですね。お椀型の上昇してきた後、一回10円つけるで13円試すんだけど10円に再度戻ってくる形で、こうやって見たら、この辺のね、実体線を完全に下回ってるんですね。実体線で完全には10円未満ぐらいまで行ってしまったので、ここのね10円という水平ラインは割ってくるんじゃないかなと思ってます。そうすると9円ぐらいまで落ちてくるので、そこが買い場になってくるのかなと思ってます。上昇とかが一旦終わって調整の ABC という形で綺麗に降りてくるって考えたら、まあ9円割ってくるかもしれないですね。下手したら8円ぐらいもいくかもしれないですけど、まあ、トレンドラインとか水平ライン的にはこの辺の問題、やっぱり9円って価格帯は結構意識されるとは思うので、
9円前半ぐらいのところで買っていきたいかなというふうに思っております。私も10.3円で買ったので、もう一段下で買って買い増しして難品買いしていこうかなという感じで思っております。はい、ネームでは以上ですね。次が、リップルですね。リップルもだらだら下がってきて、今 26.6 円まで推移してますが、一旦ね、25円台ぐらいまで下がりましたね。26.1 円か。あ、25.7円まで下げました。なので結構そこがね、いい会話だったんじゃないかなと思ってます。冷やしからの行く前に1時間足見てみると、こんな形で一旦ね、大きな下落を迎えて、もうこれ反転サイン出たみたいな形になってるので、ここがまあ割ってこないかもしれないですね。27点、ここがまあ結構買い場だったんじゃないかなというふうに思ってます。今結構強い上昇を反発しているので、一旦ここから上がってくるかもしれないです。で、冷やしで見てみると、26.3 円。今、まあ、現物買い増ししたい人は今買ってもいいんじゃないかなと思ってます。結構もう上昇トレンドラインに近づいてきているので、ここで買ってもよかったかなと思いますが、まあ、もう一回25円台試してくる可能性もありますね。この上昇トレンドラインあって、昨日というか今日ここでね、陰線つけてるんですけど、でちょっと陽線ね出てきたという感じで、まあ、こう反転したように見えなくもないですね。こっちの上昇トレンドラインともう一個、手前の上昇トレンドライン、こっちが移築された形の、反発だったのかなと。あ、ビタビタに効いてますね。結構こっちの短い上昇トレンド、ここが効いていて、ここはビタビタって効いてる感じなんで、今買いに行ってもいいかなと思ってます。で、ここ一応ここ割ってきて、この辺まで落ちてくる可能性、この辺が 25.7 円、だからやっぱりもう一回、そこ作ってきてから上昇みたいな、ここがダブルボトムみたいな形で上昇する形もあるので、もう一回25円台入ってきたらそこで買っていきたいかなっていう感じで思ってます。私はこの間ね、ここの 25.8 円ぐらいで買えてるので、今ここでは買ってないですけど、もう一回同じような価格が落ちてきたら再度ね、買いに入れてもいいかなと思っています。ただもちろんそのアメリカ大統領選があるので、一旦ね、買いポジションはなくなってくるのかなと思います。バイデン買って暴落するみたいなシナリオも見えるので、この上昇トレンドが割ってきて思いっきり割ってくるって可能性もあると思ってます。だからまあ今25円台で買いたいんですけど、一応ここ割れ、この上昇トレンドライン割れも想定して22円でも買い差し入れておくのがいいかなと思ってます。22円は、ここでレジスタンス、4回レジスタンスされてるので、結構買い場として意識されやすいし、フィボナッチトレースメント引いても、いい感じのね、調整ラインと言えるレベルにあるので、久しぶりにフィボナッチ引いてみますが、コロナショックの底の13円から直近高値の34円までフィボ引くと、そうですね、半値戻しが 23.5 円なんですね。だからそう、ギリギリ半値戻しぐらい食い込んできてから、22円台入ってきてからの反発みたいなね、そういうのあるかなと思います。ちょうどここが半値戻しなので、だいたいまあほぼほぼ一致してますよ、22円ってところでね。はい、リップルはそんな感じかなと思ってますが、基本的にまだこの上昇トレンドライン割るまでは、上目線でいいのかなと思ってます。アセンディングトライアングル上なのでね、こんな形でこういうアセンディングトライアングル形成なので、基本的には 27.4 円上抜けてからの爆上げが見込めるので、まあ、今 26.3 円で買ってもいいし、 25.7 円ぐらいで買って、この 27.4 円を超えてからの爆上げに乗るというのがいいかなと思ってます。はい、次がビットコインですね。ビットコインが、昨日ね、一旦上昇してきて139万円ぐらいまで一旦上げてきましたね。先に1時間足から見てみましょうかね。結構乱高下してますね。まずこんな形で結構乱高下していて、一時期ここまで上げたんですね。139万円まで上げたけど、たった2時間でここのまで落ちる、134万円まで5万円幅ぐらい落ちてるんですね。で、そっからの陽線続きで上昇してきてるって感じなんですよね。
で安値は切り下げているので、ここから切り下げて高値も切り下げているので、ちょっと方向感読みにくい状態になってますね。で昨日までウェッジ見てたんですけど、ウェッジを一応下抜け してしまったので、ちょっと何とも言えない状態になってますね。でただのレンジという状態かなと。上行くか下行くかかなり迷いがあるなと思うので、まあ一旦暴落することも想定しておいた方がいいでしょうね。こういう状態になってきたら一旦下抜けして120万円台ぐらいまで落ちるってことを想定してます。私は130万円以上で現物買ってないんで、昨日あのこの上昇 FX としては昨日言った通りこの辺でロングしてますので、ここで決済してるんですね。三尊を考えてたので、ここの高値と一致するところで決済してますので、3万円幅ぐらいロング取ってます。10BTC 入ってるので、結構まあそれでも結構、利益があったんですけど、こういうチャンネルはもう一回下抜けしてしまったので、もうあまり見られてない可能性があります。だから一回消してしまいますが、そうすると単純に、水平ラインなのかなと。こんな感じの水平ラインを見ていけばいいのかなと思ってます。高値もちょっとよくわかんないんですけど、139万円ぐらいのところですね。なんとなくこの横で見れて、このレンジって感じなんですよね。で、こういう三尊っぽい形になって、今からまたこの134万円まで落ちてくると、綺麗に三尊決まってしまって、ストンと落ちるかなと思ってます。そうしてくると、120万ぐらいまでね、落ちる可能性があります。もうあと数日でね、アメリカ大統領選ありますので、かなり警戒感が高くなってるんですね。ツイッターなんか見ても、株のアカウントも、仮想通貨のアカウントも、アメリカ大統領選があるので、ロングポジション外しましたみたいなね、結構ツイートがあるんですよ。こっからこう、グググっとね、バイデン買ってしまったとか言っていて、落ちてくるって可能性もあると思います。トランプ買ったら結構株が上がってくるので、ビットコインもそのまま上がる可能性もあるんですけど、こういう上昇トレンドで、ここにタッチするぐらいが、120万ジャストぐらいなので、その辺で買っていきたいかなっていう感じで思っています。私もちょっと大統領選の前の日ぐらいから、その当日ぐらいは、ちょっと FX するのやめとこうかなと思います。そういうね、大きな大統領選とかがあると、ファンダメンタルズで上がったり下がったりするので、結構テクニカルが効かなくなる可能性があるんですよね。で、株がドカッと下がる。バイデン当選確実になったら株がドカッと下がる。そのタイミングでビットコインも大きく売られる可能性があると思います。はい。で、120万で買う。で、もう一つは、この上昇トレンドライン我々まで想定して、この CME の窓が開いてる、102万円。ここが買うっていうのも考えておきます。120万で買う、102万円で買う。その二つで考えております。まあ、いずれにしても長期的には超上昇だと思いますので、なぜかというと、まあ、週足がね、久しぶりに、ちょっと週足で久しぶりに見てみますけども、これが2017年のバブルです。3年ぶりにね、13,000ドル超えたんですよね、週足で。実体戦で。これ2019年の150万ありますけど、実体戦でも120万ぐらいなので、ここまで実体戦が来るっていうのは、このバブル以来なんですよ。そう考えてくると、やっぱりこの上昇が、これぐらいの上昇が今から来ると考えると、この240万ぐらいのところは、おそらく1年以内に超えてこれるんじゃないかなと思ってますので、次落ちてきた時の買い場が超重要になってきます。そこで買った玉っていうのは結構長く持っておいた方が、このもしかしたらこれぐらいのバブル持っていくのかな、結構大きなバブルが来る可能性が高いので、次の買い場っていうのは超重要なポイントになってくるかなと思っています。はい、そんな感じでチャート話聞きました。今日の話が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして私がやってる副業と人生とお金のチャンネル藤原大学の方もぜひ見てください。そして動画の説明欄におすすめの仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンク、これは両方とも取り扱いコインが違うので登録しておいた方がいいです。そして日本の取引所にはないマイナーなコインもトレードしてみたいという方は海外のバイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はオーバービットとバイビットがおすすめなので動画の説明欄から登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので
ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。